こんにちは、高橋です。昨日の動画でマイク、これですねの別でまたご紹介しますねっていうところで、今日はね、一眼レフカメラに、取り付けるためのマイクの少しはお話をしたいなと思います。で、一番最初は僕ですね、そもそも一眼レフの標準のマイク、この辺に標準のマイクってくっついてるんですけれど、ずっとしばらくはもうこれで撮影をしていました。で、最初にこんなマイクを買ったんです。これはね、前回もこれ紹介をしてるんですけれど、オーディオテクニカさんの、AT9942 ってやつですね。 AT9942 ってやつ、これで、まあこういう状態になっていて、こういうスポンジみたいなものを上からサクッと、まあこんな風にこうつけるんですね。こういうもので、このマイクもここにこう乗っけて、でここロックして固定する。で、マイクのイヤホン端子がこの辺にあるんですけれど、ここに入れて使うっていうような感じなんです。で、やっぱり先からこう声を集めるっていうものだったんです。で、これ使ってて最初は別にね、あんまり気にならなかったんですけれど、これね、使っていくうちにモーター音、このオートフォーカスのモーターがグー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 こう動くんですけれど、その音がね、やたら入ってくるっていうことに気づいちゃったんです。で、まあ分かんない人は多分分かんないのかもしれないんですけど、自分的にはそれがすごく気になって、これは嫌だなと思ってたんです。で、そんな時にこれロード、結構いろんな YouTuber の方がこれ紹介してると思うんですけれど、まあ、さっきのマイクもまあ YouTuber の人たち紹介してて、でそれを知って買ったんですけどね。で、今度これロードっていうのがいいってみんなが言ってるんで、これはね、ビデオロードの中でもいろんな種類があるんですけれど、ビデオマイク GO っていう、エントリーモデルみたいなマイクなんですね。で、同じようにやっぱりここにこんな風にこう装着して、くるくるくるで、で、ここのイヤホンのところにやっぱりこんな風にしてこうってやってこう使うんですよ。こういうこんな風にね。で、まあこういう風にしてったんですけれど、やっぱりね、いい、たどり着いたのはこっちかなみたいなのがこれあります。で、さっきの、これもそんなに悪くはなかったんですけれど、この細のこのマイクとこのロードのこの太いマイク、何がどういう風に違うのかっていうのを少しずつ解説をしていきたいなと思います。で、まずこの1番目のこの見た目ですね。見た目、まあもうこうやって見てご覧の通り、もうインパクトが違いますよね、これ存在感が。だからね、とにかくつけてるだけでかっこいい。これまずかっこいいのって大事じゃないですか。で、メカメカしくやっぱりなってくるんで、やっぱり撮影してて楽しいかなみたいなのがこれ一つありますね。見た目ね、圧倒的なこのなんかマイク乗っけてる存在感っていう、これとても大事、これと比べると。で、2つ目が音ですよね。やっぱりマイクなんで音がすごく大事です。で、まず声はこいつもちゃんと結構音は拾ってくれます。でもこいつの方がもっと拾ってくれるって感じ、遠くの方から声を、この先っちょからやっぱりね、こう集めてくれるんですね、先っちょから。それがすごいすごくいい。で、ここの標準装備マイクないタイプで、キャノンのこの一眼レフの標準マイクっていうのも音声、まあ拾うは拾うんですけれど、もうね、外結構こう、例えば公園とかでセミがうるさいとか、人がキャッ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 してるところだとか、あとはパーティー会場
とかになってくるともうね音入らないですね、この標準のマイクだと。でそういうのを経験して、あのやっぱりこういうのじゃないとダメだなっていう風にこうなっていったんですけれど、最初はこんなのいらないよと思ってたんですよ。でもだんだんそういう風になって必要だなとなっていって、でもうこの辺のマイクになってくるともう本当に雑音が周りすっごくうるさくても、人の撮りたいターゲットにこれ向けるとビューッちゃんと入ってきますね。これこれすごいと思う。で2つ目がこれホワイトノイズって、これもよくいろんな YouTuber の人たちが言ってますけれど、サーっていう音ね、サーっていう音、これはこっちでもこっちでもどっちでも入ってしまう。それが一番入らないのは標準マイクなのかな、もしかすると。まあいずれにしても、でもそのサーっていう音は入ります。どれで撮ってもゼロになるってことはやっぱりないんじゃないかなと。まあそれはね仕方がない。であとこれモーター音って書いてあるんですけれど、このここがオートフォーカスで動画の被写体に合わせてこうモーターが動くじゃないですか。その時にね、標準のマイクで撮ってるとそのモーター音って全然気にならなかったりするんですね。あ、違う、標準のマイクで撮ってても少しねカタカタ音がするんですよ。でこれにしたら、もっと軽減するんじゃないかなと思ってつけたんですけれど、ここに。そしたらね、ボコ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 って音がするんです、これモーター音。それがねすごく今回気になった点なんです。気になった点、そこへ行くと、このロードのこのビデオマイク GO っていうこのマイクはそのモーター音とか一切気にしなくて済みますね。これはすごい。このねショックマウントみたいなものがまたかっこいいんですよ。これこれ見えるかな、これがね、これがやたらかっこいい。でかっこいいだけじゃなくてちゃんと機能してますね。振動をねここに直接こう音拾わないようになってる。こっちはねそのショックマウントみたいなのがねちっちゃなゴムでこうなんか吊るされてるんですけれど、これが結構弱い。だからきっと音拾うところがこう変わってくると思うんですけれど、まあそういうところですよね。その辺の違いもあるとね。そして音のところはだからそういう感じかな。これはちょっとテストして聞き比べるといいんですけれど、まあいいということで。ちなみにこれ今撮ってるのはあのソニーのハンディカメラ、ハンディカムで撮ってますこれ。であとね、3つ目が取り回しっていうところなんですけれど、このやっぱりね大きいじゃないですかこれ。取り回しは圧倒的にこっちの方がいいですよね。で何が不便かっていうと、写真を撮るとき、これこのまんま動画撮りながら写真を撮影するときもあるんですけれど、写真撮るときがね見てくださいこれ、おでこに当たるんですよこれ、でかすぎて。だからこういう感じに覗かないと当たっちゃって撮りづらい。こっちだったらもうそのまんまぶつかんないでいけちゃうからいいんですけれど、そこら辺はちょっとこれ厄介ですね、邪魔。であと収納ってところでは、カメラのそのケースに入れて、まあ、仕事の時はほとんど外に持ち歩かないんですけれど、プライベートの時ですね、出かけたりする時に、まあ仕事でもまあ持ち歩きますね、出張したりする時は。その時とかっていうのはカメラバッグにこう入れて、移動するんですけれど、やっぱりねこんだけ大きさが違いますから邪魔ですよこれ、邪魔。分解してこうカメラケースに入れて移動しますからね、邪魔。であと最後、価格っていうところなんですけれど、これがね5000円だか6000円だかそのぐらいでこれ買いました。でこっちはいくらだったっけな、7000円だか8000円だか9000円だか1万円弱ぐらいなんですよ。ちょっとこっちのがこれよりもこっちの方が少し高いぐらいなんですね。で圧倒的にまあ数千円の差だったらやっぱりこっちの方がいいんじゃないかなと、使い比べてみて思ったこととしては。あとロードをマイク選択するとき買うときってですね、パワープラグインとかなんとかプラグインとかっていうのがこれ種類として売ってるんですけれど、何かっていうと、この中に電池を入れるバッテリーを入れて動かすタイプがどうやらあるみたいなんですよ。で僕が持ってるのはここのイヤホンのこのジャックのところから
カメラのパワーを使うのかな、なんかよくわかんないですけど、別に電池入れたりするものじゃないんですよ。まあ、こっちもそうでしたけど、まあ、そういう方の方が便利なんじゃないかなと、僕は思いますね。ということで、このロードの、このごっついマイクですね、これ最近はこういうスタイルで、撮影、 YouTube の撮影をしていますということで、少し解説をさせていただきました。一眼レフ撮影でですね、マイクどうした方がいいかなって結構慣れてくると悩むじゃないですか。ぜひね、ご参考にしてみてください。ありがとうございます。